持っていいですよ。そしたらこう、はい、もう一緒いっちゃうんですよ。はい、スッと。これでいいです。押さった瞬間分かります。ああ、ほんとだ。これをギザって言うんですけど、この立ち方。はい、これも、指を立てるんで腰に来るわけですよ。で、右をスッと立てる。この時中に入れておきます。で、スッと、それで最後かかとがつくじゃないですか。はい。そう、かかととこの股関節が全部ピシッと一致して。綺麗な立ち方。そうなんですよ。これはすごくいい姿勢に見えるじゃないですか。はい。でもこれは、相手にこう押されたりすると、やっぱ非常に弱いわけですよ、はい、まあ、実験ですけど。でこの時に体の中をはいスッと変える。そう、これはもっともっと、はい、しゃべりながらでもこう負けないで反対にスッと押せるぐらいの。ちょっといいですか。普通の正座ですとやっぱ、はい、こう押してくださいね。股関節、はい、スッと持っていいですよ。スッとこう、はい、もう一緒いっちゃうんですよ。それをこうつなげるイメージで丹田を、はい、スッと、これでいいです。押さった瞬間分かります。ああ、本当だ。全然違う。でこの重さを蹴りに伝えたりパンチに伝えたりっていう。はあ。